皆様こんにちは。今回はですね、ちょっと前になるんですけど、ちょっと前って言ってもだいぶ前になるんですけど、紹介していなかった韓国通販のお洋服を紹介していきたいと思います。はい。で、このメイクは前に出したチットチャットと同じで、リップだけ変えてて、で、私もちゃっかりゲットしてたビセリシェマイレッドルージュの08番つけてます。で、カラコンはこの間レビューしたカラコンの104番つけております。はい。このリップ可愛いですね。なんかマイマットレッドって言うんですけど、ピンクっぽいけどすごい可愛い。はい。で、紹介していきたいと思います。ですね、本当に結構前なんですよ。3月とか2月とか冬に注文して、で、まあ届くのが 17kg って、やっぱ結構取り寄せとか海外からの取り寄せとかなので、遅いのを想定して買って、でも全然今の時期でも着れるかなと思ったお洋服なんですけど、あ、そうだ、今月紹介しようって思って、そしたらね、異常気象超暑いじゃないですか。だからニット系とかもあるんですけど、どうしようかなって迷ったんですけど、まあこう羽織る系なので、ちょっとね、せっかく買ったし紹介しようと思って紹介します。そうで、もしかしたらもうないのもあるかもしれないんですけどね。でもこのサイトすごい安くて可愛いので、ぜひサイトだけでもチェックしてみてください。はい。1個目、これです。1個目これ、じゃん、ロンティーみたいな感じなんですけど、袖がこうシャツ素材というかになってて、でリボンがついてて、後ろ姿はシャツみたいな、ですごい可愛くて、これワンピースじゃちょっとあれかでもチュニック丈ぐらいなので、レギンス履いたら可愛いかなと思って、これを購入しました。はい。と、次、ヒョウ柄、レオパード柄のパンツなんですけど、ちょっとね、ベロアっぽい素材で、ワイドではないけど、ちょっと太めなパンツになってます。で、すごくね、生地が柔らかくって、通気性もいいので、そう、これを買いました。これ私別のサイトでもヒョウ柄のパンツ欲しいなと思って買って、多分一緒のもの多分一緒のものなんですけど、持ってるんですよ。2枚持ってます。そう、でもこれすごく楽で、意外といろいろ合わせやすいので、これを買いました。で、次がニットなんですけど、でもね、めっちゃ可愛いんですよ。こんな感じのニットで、袖がね、ちょっとポワンとしてて、そう、可愛くて、で、これも割と薄手なので、まあキャミソールの上とかに羽織る分には全然今でも夜とかね、いいんじゃないかなって思います。今着るなら。はい。で、割と丈が短めなので、すごく可愛いんですよ。このドルマンっぽい感じ、すごく可愛くないですか、このドルマンっぽい感じ。肩の位置が結構下の方なので、そう、めっちゃ可愛いと思って、これからの時期キャミソールと合わせても着れるかなと思います。もうちょっと行ったら多分無理なんですけどね、夜とかだったらいけるんじゃないかなと思います。で、次もニットなんですけどね、これ3月とかに早めに紹介して着ればよかった。私自身も全然着れなくて紹介しようと思って忘れちゃってたんですけど、こんな感じのグレーのカーディガンなんですけど、まあ至って普通のカーディガンなんですけど、ここにベルトが通せる穴があって、紐がない、本当は紐ついてるんですよ。でも多分これ私の問題なんですけど、そう、多分実家に忘れてきましたね。そういえばニットのベルトありました、実家に。これ何の紐だろうと思って、そうでもこれをこう閉じてきて、ここに
あのウエストにベルトをするみたいな、すごい可愛いんですよ可愛いんですよ。実家にベルト忘れてきた。まあそんな感じです。はい、で次はロンティーなんですけど、こんな感じのちょっと古着チックなロンティー、大きめのを買いました。これはまあ今でも全然着れるかなって感じですね。薄手なので、はい、これを買いました。はい、こんな感じの5点が購入品になります。すごくね、安くて可愛いんですよね。 17kg のお洋服。あとなんかポップアップとかもやってますよね。ラフォーレとかで、ね、確かやってたか、これからやるかちょっとあれなんですけど、そうするとね、実際に見れるし、結構韓国の通販って当たり外れがあるじゃないですか。だから実際に見れるのはすごくいいなと思いますよね。はい、こんな感じで購入品でした。ちょっとね、洋服本当に好きなので、なのに全然動画にできてないので、割とこう撮ろうと思って購入品が溜まってたりもするのでね、今度からはちょっと早めにあげたいと思います。ちょっと冬っぽくないって思うんですけど、でも春先着れるように買ったものなので、そう、ちょっと私も着たいと思います。はい、気になる方はぜひ 17kg チェックしてみてください。では最後まで見ていただきありがとうございます。バイバーイ。